見とけ、俺が今から最強のささやきって見せてやるからな。ツーアウトランナー二塁。おい大谷翔平耳を傾けろ。セカンドランナーちらっと見た。おちんちん。どうよ最低だね。はいどうもマノチです、よろしくお願いします。いや俺さ精神年齢が低い低いって言われてるけども、実年齢32で実際のところそこまで俺は低くないと思ってんだよね。ということで精神年齢診断やっていくわ。興味ないでしょ。 OK 分かってる。俺もねネタがないんだネタがないんだけどやっていくから。よし、あなたの実年齢は20から39の間ですね。随分幅広く取ってきますね。よしやっていこうぜ。あなたはコンビニにいます。最初に手に取った商品は雑誌ですね。思い通りにならないとすぐ怒ってしまうタイプ。最近は我慢してるかな。最近感動系の映画や動画を見て泣くことが多くなった。涙腺緩くなったね。服装や髪型を気にしてる方。気にしますけども清潔感があればいいかな今は。起き上がるときによっこいしょと言ってしまうときがある。よくあるかな。あなたの職業は、働いている。あなたがよく見るテレビ動画のジャンルはアニメ、ドラマ、ニュース、この中だったドラマですかね。机の上で居眠りをしてしまいました。ハッとして起きた。その時間は、午後2時。ないないということで、唯一の午後である9時にしましょうか。海外旅行で友人過去家族とあぐれ迷子になってしまいました。あなたならどうしますか。タクシーに乗ってホテルに帰りますね。あなたは自分で精神年齢が高いと思いますか。バカじゃないの、分かんないからやってるんでしょこれ。分からないよ。友人が有名人にサインをもらい自慢してきました。誰のサイン。俳優、歌手、スポーツ選手。まずね友人が欲しいまずそっからだけど、そうだね、こん中だったらね歌手かな。とっても欲しいものがありますが、お金が足りません。どうする。我慢します。死のうと思ってる人を見かけたらどうしますか。鼻で笑う。言葉で止める。警察を呼ぶかな。俺は関わりたくないから警察を呼ぶ。早起きは苦手。アラームないと無理。アラームがなくても起きる。最近はアラーム1回で起きれる。早起きするぞと決めてかかればアラームがなくても起きれます。今あなたの欲しいものは家具、家電、電化製品、自然な生活、ゲーム、家具、電化製品、電化製品かな。色即是空の意味を知っている。いやーこれバカにしちゃいけないよ。こういうの意外と知ってるから俺真ん中。想像してください。あなたは中学生です。机の引き出しを見たらあるものが入っていました。とても驚いた。あるものとは、いやもうラブレターでしょ。旅行するのと家にいるの、強いて言えばどっちが好き。家が落ち着きます。今あなたは色鉛筆を手に持っています。何色ですか。白。ない。黄色かな。恋人から花束をもらいました。いらないですね。何の花束ですか。カーネーション、チューリップ、バラ。いやもうチューリップでしょ。最近恋していますか。してます。あなたは遊園地にいます。最初に乗るアトラクションは観覧車。てか長いね、30問まであるんだね。恋人もしくは配偶者がいますか。います。キモい、うざいと言ってしまうことがある。言ったことがある。たまに出ちゃうね。道で迷子になってる人がいます。どうしますか。見て見ぬふり。あなたは100階建てのビルをエレベーターで登っています。今何階でしょう。いや結構登ってんな、3択どれもな。俺の中ではまだ3階あたりなんだけど、じゃあ一番低いやつ50階で。同年代より年上の人の方が気が合うことが多い。同年代が多いですね。あ、ごめんなさい嘘つきました年上が多いですね。タイムマシンがあります。自分の一生のうち過去、現在、未来、どこでも行きます。直感でいつの自分のところに行きたいですか。未来。明日で世界が終わります。その時あなたの取る行動は、普通に過ごすかな多分ね。まあ、口では言うけど多分慌てるんだろうな。まあ普通に過ごす。あなたの精神年齢は25歳ぐらいで、
花の青年レベル、いいですね。あなたはある程度の常識を持っている方です。あなたは普通の社会人として通用する程度の精神年齢の持ち主ですね。もしあなたが20歳未満ならば素晴らしいと思います。